はい、大和ピュアラブです。キャバクラ通いをね、したために、大相撲をこう引退させられる、阿炎関は、これはおかしいと思うんですね。なので、日本相撲協会さんに、電話してね、それはおかしいっていうことをお伝えしたいと思います。ありがとうございます。こちらは日本相撲協会です。この通話は応対品質向上のため録音させていただきます。あらかじめご了承ください。日本相撲協会でございます。日本相撲協会さんでしょうか。はい。ちょっとご意見をお伝えしたいんですけれども、いいでしょうか。最近大相撲の阿炎さん、力士の阿炎さんが、キャバクラにね、通ってたために引退をさせられるっていう報道を見たんですけれども、そちらに関してちょっと言いたかったんですけれども、それはちょっとおかしいなと思うんですよ。阿炎関は引退する必要はないと思うんですよね。教会が言ってることではないですけど、素人。そうなんですか。はい。誰が、なんであれは引退させられるんですか。本人が、そういう気持ちだっていうことだと思いますよ。ただ何も決まってないです。そうなんですか。なんかその教会から圧力をかけられたみたいなこともないんですか。引退しろよみたいな。ないですよ。そうですか。はい。いや、なんかそうなのかなと思ってちょっと電話させていただきました。ちょっとぜひね、阿炎関は本当になんとか、現役でもっとやれるようにはできないんですかね。そうですね。そういった、応援メッセージ、お伝えさせていただきます。はちょっとぜひよろしくお願いいたします。い、かしこまりました。ありがとうございます。はい、お電話ありがとうございました。失礼い失礼たいたししまます。す。はい。という感じで、日本相撲協会さんから引退を、こう、圧力をかけられたりとか、言われたりしたわけではなかったそうです。阿炎関自らね、その責任を感じて引退を申し出られたようでした。ちょっと阿炎関にはね、その考えをぜひ変えてもらって、本当に、引退はね、撤回していただいて、今後も大相撲で活躍していただきたいと思います、本当に。キャバクラにね、行ったからって全然その引退するっていうのは本当おかしいと思うんですよ。そのキャバクラでコロナにかかる確率っていうのは、政府のね、最新の発表でももう、他のね、学校とか会社の7分の1っていうのはもう出てるんですよ。だから、キャバクラに行ったから、ね、不謹慎な行動ってことはないんです、これは。なので、阿炎関には今後もぜひ、大相撲業界で頑張っていただいて、横綱を目指していただきたいと思います。ということでした。ありがとうございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなど、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。